はいどうも、隙間時間にサクッと本の知識が手に入る聞く本がお届けします。今回のテーマは未来の自分。突然ですが皆さんに質問です。あなたは5年後10年後の自分がどのようになっていると思いますか？ちょっと想像してみてください。めちゃくちゃ成功してタワマンに住んでる、係長になってそれなりの生活をしている、今と変わらない生活、海外に移住しているなどなど、人によっていろいろな未来を思い浮かべたのではないでしょうか。さて今回ご紹介する本には、なんと皆さんが将来どうなっているかという答えが書いてあります。それは本書のタイトルでもある人間は自分が考えているような人間になる。つまりあなたは5年後10年後、今あなたが想像してもらった通りの人間になっているということです。本当信じられないよと思いますよね。この本、人間は自分が考えられているような人間になるを書いたのは、アメリカで人間開発の神様と言われる R. ナイチンゲール博士、ナポレオンヒル思考は現実化するに影響を受けたこの本は、現代でも引き寄せの法則ブームに通じるなど影響を与え続けています。今回は前半で人間は自分が考えているような人間になるという2つの理由についてご紹介します。とっても気になりますよね。後半では本書に書かれていた自分の人生を生きるための4つの名言をご紹介します。それでは参りましょう。 R. ナイチンゲール、人間は自分が考えているような人間になる。早速前半では人間が自分が考えているような人間になるという2つの理由について解説していきます。まずこれを読み解く上で、ナイチンゲール博士がどのような人生を歩んできたかについて少し触れておきましょう。ナイチンゲール博士は1921年にアメリカ南カリフォルニアで生まれました。南カリフォルニアというと裕福なイメージがありますが、ナイチンゲール博士の家の生活はとても苦しかったそうです。ちょうど1929年に世界恐慌も起こりましたからね、とっても辛い時期でした。ナイチンゲール少年は小さい時から、どうして金持ちと貧乏な人がいるんだろう、なんで受け取る額にこれほどの違いがあるんだろう、一体どこが違うの、成功の秘訣って何なんだろうと子供ながらに疑問を抱いていたそうです。さて時を経て大きくなったナイチンゲール、学校を途中で辞め海兵隊に入学しても図書館に通い勉強はやめなかったそう。図書館に通いながらも幼い時から抱いていた疑問、成功の秘訣とは、これを知るためにわーっとめちゃくちゃ本を読んでたんですね。そこで本を読み続けて29歳のある時、わかったぞと、今まで自分が読んでいた古典本っていうのは全部同じこと言ってたんだって気づくんです。それこそが成功の秘訣、人間は自分が考えているような人間になるだったんですね。例えば旧約聖書、心の中で考えたことが人を作る、ブッダの名言、牛が車を引くように思考も人間を引っ張っていくのだ、ジェームズ・アレン、心の内で考えていることで人間は決まる、オルテガ・イ・ガセット、人間は世界に白紙の状態で生まれる唯一の創造物である、そしてナポレオン・ヒル、思考は現実化する、などなど、確かに同じようなこと言ってますよね。聞いたことがある名言この中でありましたでしょうか。前置きが長くなりましたが、人間は自分が考えているような人間になると博士が主張する一つ目の理由が、こういった古典に同じようなことが書いてあり、実際にそうやって歴史的な偉人は成功しているからというのが一つ目の理由です。二つ目の理由は、人間が他の動物と取り替えることができないもの、それが脳であり、脳みそ、これがあるからこそ人間はユニークな生き方ができる、脳、つまり思考が人生の羅針盤であると、このように博士は言っています。まあ確かに飛行機を開発したライト兄弟も、人間は鳥のように飛べるとこう思ったから飛行機を開発できたわけで、もし、いや人が飛ぶって無理っしょとこう思ってたら、飛行機はきっと別の飛べると思った人が開発していたことでしょう。人間は自分が考えているような人間になる、ちょっとねこれね噛みそうですね、はい、という2つの理由、皆さん納得できましたでしょうか。このあたりについては引き寄せの法則や夢は紙に書くと叶うでも紹介しているので、よかったらそちらもぜひご覧ください。動画で紹介しています。ちなみにこの成功法則を知ったナイチンゲール博士は
この後海兵隊を除隊しアナウンサーになります。自分の番組の中でこの見つけた成功法則や日々の学びを配信して大人気コーナーになります。博士は自分が見つけたこの成功法則をストレンジストシークレットというオーディオプログラムレコードを出版して100万枚売れるなど成功を、まあ大成功ですね。これを収めるわけです。見事なサクセスストーリーですよね。では後半では本書の中に書かれていた人間が自分の人生を主体的に楽しく生きるための名言4つをご紹介します。1つ目の名言が、成功とは努力してより高い目標に到達することである、これです。皆さんは成功するってどんなことだと思いますか？お金、名声、地位、最愛のパートナー、家庭などいろいろあると思います。ところで博士が言うように、人間は自分が考えているような人間になるのであれば、苦労なんて全然なくて、考えてさえいればその通りになるの？こんなの楽勝じゃん、そんなうまくいくの？とこう思った方も多いのではないでしょうか。これについてナイチンゲール博士は、考えさえすれば必ずその通りになるというわけではないと。もしあなたが苦しまないで成功したなら、誰かがあなたのために苦しんでくれているのだ。本当の意味での成功はあなた自身の苦しみなしでは手に入れることはできない。成功とは努力して新しいより高い目標に到達するということなのであると、こう言ってるんですね。ポイントは努力です。自分が努力してより高い目標に到達することが成功であると。努力しないで目標を達成しても成功ではないって言ってるんですね。成功の結果手に入るお金、地位などはあくまでもおまけであって、大事なのは努力してきたそのプロセスだよと、こう言ってます。これなんだかすごく勇気もらえますよね。自分の目標、成功ってなんだっけって思ったら、ぜひ思い出したい生きるヒントです。次に2つ目の名言いきましょう。報酬は人に奉仕した代償である。幼い頃にナイチンゲール少年が抱いていた疑問、金持ちの人と貧乏の人の差とはまさにこれです。よりたくさんの人にサービスを提供できる人の方が報酬を得るんですね。例えばアイスクリームの販売員と、その販売員が売るアイスクリームを作っている会社の社長では、会社の社長の方がたくさんの報酬を得ます。なぜならそのアイスクリームは全国の店舗に卸されて販売されるので、それだけアイスクリームを食べる多くの人に喜ばれているわけです。さらに多くの人を雇用しているという点では、社員も喜ばせていますよね。それに対して販売員は目の前にいるお客さんにしか価値を提供することができていません。今まで手にした報酬は奉仕の量に正比例するものであると、ナイチンゲール博士は言っています。サラリーマンの方は、自分がこれまでやってきた仕事は一体どれぐらいの人を、誰を幸せにすることができたのか、喜ばすことができたのかをちょっと想像してみてください。振り返ってみましょう。意外と直接的に喜ばせている人の数は少ないような気がしてきませんか？人を喜ばせるというよりは、自分の会社、上司の役に立っている、取引先の役に立っているというように、実は提供できている価値って毎日8時間拘束されている割にはあんまり多くないという感想を持つ人も多いのではないでしょうか。今まで手にした報酬は、その価値提供、どれだけ人を感動させたかという量と質で決まっていたのです。私も以前このことを考えてみて、あれ全然1年間で価値提供できてないんじゃないかって自分に愕然としたことがあります。ナイチンゲール博士はこう言っています。どのような手段を利用すればサービスを充実していくことができるだろう、より多くの人にサービスを提供することができるだろうと考えていくのが義務でもあり責任でもある。サラリーマンでも自分でビジネスを行っている場合でも、いつもより多くの人により素晴らしいサービスを届けるにはどうしたらいいか、これを考え続け行動し続ければ、自分の報酬っていうのはアップするはずです。というかします。私もブログで実証済みです。ブログを通して月間30万人以上の読者の方に新しい知識や面白いと思ってもらえたこと、
広報したいという企業に対して広告枠という形で貢献できたというですね、価値を提供したんですね。これによって報酬が増えました。より多くの人により質の高いサービス、価値を提供する。これは私自身いつも胸に刻んでいますし、成功したい人の必須のマインドだと思います。続いて3つ目の名言いきます。不安定こそ人間を奮い立たせてくれる。この言葉聞いて、安定の方がいいよと思った方も多いのではないでしょうか。私もそう思いました。ナイチンゲール博士は、安定とは生前と死後にしかない。この人生で安定を求めようとするのは無理な話だ。不安定こそ本来の人間の姿である。不安定は人間に自立性を与えるものなのである。人生に生きがいと課題を提供してくれるものだ。不安定こそ人間を奮い立たせ、最高の成果をプレゼントしてくれるものなのである。結構ねスパルタなんですよね、ナイチンゲール博士。まあ確かに新型コロナとか自然災害、異常気象、また AI ロボットの飛躍的な発達とか、もう最近の社会を考えると安定なんてどこにもないっていう気がしてきますよね。いつリストラ、仕事がなくなるかなんて分かりません。そうすると大事なのは、何度失敗しても立ち上がる精神力とか、失敗した時のセーフティーネットとなるスキルや稼ぐ力を持っていることこそが真の安定という気がしてきませんか。安定が大好きな私ですが、なんか話しながらそんな気がしてきました。いい大学に行けば安心、大企業公務員だから安心なんて思って、万一リストラされた、事故で全てを失ったという時のセーフティーネットがないと怖いですよね。そうならないように、不安定っていうのは起業するとか会社辞めるとかね、そういうことじゃなくて、不確実な世界に飛び込むっていうこと。自分の好きなこと、得意なことを SNS で発信してみるとか、チャレンジすることとか、それが大切なんですよね。不安定こそ人間を奮い立たせてくれるというこの名言ともリンクしてくるのが最後4つ目の名言、人生そのものが報酬である。いろいろやってみたいことがたくさんあるんだけど、やっぱりチャレンジする、人と違う生き方をするのが怖いんですという方も多いのではないでしょうか。博士はこう言っています。人生を神様がくれたバケーションだと考える。それなのになぜ多くの人々は誰かに言われたことをやる日々を送っているのか。他人のために何かやりがいのあることをする機会が与えられているというのはありがたいこと。私たちの身の回りにある家、服、食料などなど、全部誰かが頑張っている結果だと。今度は自分が多くの人の役に立とう、恩返ししようという気持ちがよりよく生きるスタートラインだ、こう言ってるんですね。人生そのものが報酬、ボーナスゲームなんだから、成功したいのであれば努力し、より高い目標に向かって行動しなさいって言ってます。また夢にまで見た成功は必ず実現できる、ただ時間をかけさえすればいいのだ。肝に銘じるべきなのは、家族、友人、親戚、知人と同じことは しない。これは非常に分かりやすいですよね。世の中の9割以上の人はサラリーマンとか自営業でカツカツの生活をしているわけだから、そうならないようにするだけで1割の成功者になれるということです。長くなりましたが、これまで前半では人間は自分が考えているような人間になる、後半では本書の中で書かれていた人間が自分の人生を生きるための4つの名言を紹介してきました。最後に聞く本的補足をちょこっとだけします。本書、人間が自分が考えているような人間になる、ナポレオンヒルの思考は現実化する、引き寄せの法則で考えたことを自由に引き寄せることができる、この3つどれも言っていることは同じですよね。共通するのは考えるからスタートしていることなんですよね。人は飛べると考えなければ、ライト兄弟によって飛行機はできていないし、宇宙に行けると思わなければガガーリンは宇宙に行ってないんですよね。みんな最初に考えた、そうやって未来を想像したからこそできた、実現できたわけです。であるとしたら、なるべく高い目標を持った方が良さそうですよね。なんかね、中途半端に
しょぼい目標を設定しちゃってもそれできちゃうからもったいないって感じしますよね。でその高い目標に向かって努力行動することが大事で、成功するためには自分が汗水垂らして努力継続することが必須なんですよね。でそのためには努力して継続する力、最近ねグリッドって呼ばれるもの、これをつけることだとか集中すること、エッセンシャル思考などがとっても大切になってきます。こういったねエッセンシャル思考とかグリッド、これらもこの聞く本チャンネルで、紹介してますので、ぜひ、一緒にご覧ください、ね、こういう力をつけて自分の未来を切り開いていきましょう。それでは今日は、この辺で、どうもありがとうございました。聞く本がお届けしました。